なんかチーズケーキファクトリーっていうのがあったんですけど、で何なのかなと思ってちょっと入ってみたいと思います。重いやけど引くんかい。ハッピーアワー、あーチーズケーキリアル、いやマジすごいよ。めっちゃうまそうやん。7ドルとかするんで800円とか900円、さっき食べてなかったら言ったけどな、ちょっと高いな、高いっていうかまあちょっとお腹いっぱいですね。帰ろう、また機会があれば行きたいと思います。このままこのまま、これ機会ないか、チーズケーキファクトリー、女の子いたらね喜んだとは思うんですけど、はい、ちょっと立ち寄ってみました。さっきの道から急にこんなんあるからさ、チーズケーキファクトリーちょっと思わず入って、これこういうのもね面白いですよね、急に立ち寄って。チーズケーキファクトリー見つけましたね、このサンタモニカでも、あの向こうにありましたよね、途中であのビーチ沿いに、あれと同じ系列です、系列店、チーズケーキ、そうそう、中でケーキがあるっていうね。ちょっと食べはしないですけど、ね、ちょっと食べたかったけどご飯もまだなんで、チーズケーキ、チーズケーキ以外もあるのかな、あるな、食べてもいいけどね、ここで。どうやろう、結局ここで食べることにしたんで、ちょっと待ちたいと思います。いい感じでシーフードとかパスタとか、あのチーズケーキ以外もケーキ類以外もあるみたいなんで、ちょっと食事していこうかなと。 15-20 minutes って言ってたんで、結構混んでるかと思いきやそうでもないかなという感じですね。やっと席に座りました、ね、本当雰囲気がいいお店で、まあ朝から何も食べてないんでちょっと疲れましたけどね。あ、ビア来ました、ありがとうございます、 Thank you。 来ましたね、そういう感じ。これビール、ベルジャン、ベルギーワインと、これなんだろう、つまみかな、パンか、パンですね。そう、朝から何も食べてないんで、まあディナー、これ今日ぐらいはって感じで食べていきたいと思います。これバターか、スピニッチっていうのが来ましたね。スピニッチってこういうやつか、いやチップスですね、どうなんだろう、マカロニみたいな、スパゲティみたいなやつかと思ってましたけど、食べていきたいと思います。どうかな、うん、あ、これうまい、ほうれん草のなんか、まあまあ贅沢言わずにいろいろこうつけるものもあるんで食べていきたいと思います。うまいよ、うん、まあまあ腹は膨れますね。なんかね、日本だったらこういうのはお菓子って感じなんですけど、これはチーズですね、普通にうまい、普通にうまいんですけど、なんかこのチップスっていうのがちょっとなんかちょっと物足りない、まあ結構腹は膨れるんですけど、イメージの問題かな、文化というか。
メキシカのね、全然うまい、いけるよ。これ普通にこれだけ食べるもんかな、もしかして。そうかも、全然うまい。食べていきましょう。すいません、あのスピニッチってほうれん草という意味だし、意味でしたね。全然調べて、今調べて知りました。すいません、ほうれん草合ってますのチーズアイみたいな、間違いないですね。知らなかっただけでした、すいません。うまい、あ、合ってる。料理してるとこも微妙に見えるのもいいですよね。はい、ということで、まあ、ほぼ完食しましたね。チェックお願いして、チップも食べて。さっきチーズドリップって書いてあったね。あ、ディップか、チーズのディップ。これのことでしたね。だから間違いなくあのメニューに書いてあったのが来たということです。当たり前けど、まあそういうことで、チェックしていきたいと思います。お疲れ様でした。